ニューアルバムジャジーゴールドチェア発売記念のウェブラジオボリューム1です。いよいよ明後日発売ですけども。そうなんですよ、まあ、事実上明日の夕方ぐらいには転着するのかな。そうですね、ついに発売になりましたけども。9枚目、9枚目ですよ。なんとね、9枚目にして、はい、僕たちにとって活動、まあ、この間11年目に突入してるわけですけども、うんうん、この10周年、丸10年をお祝いして、うんうん、あのなんとですね、僕たちのカルメラというバンド名の由来にもなってます、はいはいはい、あのジャリンコチエのカルメラ兄弟から僕は、ね、はい、バンド名取ってるんですけども、そのジャリンコチエの作者の春木悦美先生がジャケットを描いてくださいました。イエーイ、これすごいですよね、すごいな、本当に。だから、いろんな、ね、ニュースサイトにも取り上げてくださったじゃないですか、はいはい、音楽版のナタリーにカルメラあんま出てけえへんのに、コミックナタリーに取り上げられるコミックナタリードーンかやろうな。なんかああいうのもなんか、なんかちょっと俺ららしいなみたいな。しかもあのコミックナタリーやからもちろんそうやねんけど、春木悦美がカルメラというジャズバンドにジャケット描いたよみたいな。当たり前、当たり前やけど、主人公決まってます。いいねんけどな。いやけどめちゃくちゃ嬉しいな。いやこれね、本当にね、ちょっとね、そのジャケットのビジュアルね、皆さん見てもらってると思うんですけど、いろんなミュージシャン仲間とか、それこそね、お知り合いの方とかから、これマジやばいなっていう声をほんまにいただいてて、なんか僕たちもこのね、9枚目にしての新しいスタートっていうこの覚悟みたいなね、はいはいはい、11年目から20年に向かっていく、そういうのをみんなに感じてもらえてるんちゃうかなって。でこのやっぱインパクトに一瞬、うん、負けて、ちょっと見落としがちやねんけど、はい、このカルメラ兄がちゃんとカルメラっぽい衣装着てるっていうところが結構すごいですね。嬉しいですよね、カルメラ兄にこれ衣装でも、ね、ちゃんとこの読みだ鍵盤もなんかバクちゃんが使ってるやつ、僕が使ってるやつやつになってるっていう、ほんまに嬉しいな。そう、みんなのね、みんなの姿もね、ちゃんとみんなの特徴を捉えた感じで、けどそのね、春木先生のタッチで、はい、はい、もう全12曲入りで、そうなんです、2700円ですけども、はい、内容に関してもね、うん、すごい今回もめちゃくちゃいいんですけど、そうなんですよ。ただね、うん、その僕たち、僕たちっていうか、まあ、どのバンドもね、どのアーティストもその自分の作った作品絶対いいって言うじゃないですか。で、出せば出すほど今回は自信作ですって言うし、けど俺たちは本当に思ってるじゃないですか、うん、けど9回ともずっと言ってきてるからほんまかいなるなるかなって思ったから、もうどんだけ素晴らしいかっていうのをちょっと今から聞きながらね、みんなが聴きながら、ね、この曲にこんな思い入れあると、この曲こんなんやみたいな。確かに今回のアルバムできたはいいけどあんま自信ないですっていう人知りたことないから作り直せよ。だけどもうどんだけ自信を持ってるかとか、どんだけ一曲一曲に愛があるか、この作品が素晴らしいかっていうのをこのメンバー目線で言っていけたらなっていう、はいはい、この番組はね、全3夜に3夜、夜に聴いてるかと思うんですけど、全3回を3丁か3丁か分からないですけど、全3回を予定していますので、はい、一旦今日はね、半分じゃあ行きますか、行きたいなと思うんですけども、はい、まず1曲目のスパイダーマン、こちら、はい、でこれね、ほんまに特に海外で、うん、いつもやってたんですけど、そうなんですよね。やっぱなんかこれから俺らもこの活動の、うん、範囲をどん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 世界に向けていきたいなっていう思いがあって、うん、なんかこの世界中の人たちに分かりやすい、そうですね、カバー曲ないかなっていう、そう、なんかそのアニソンというか、なんかそういうくくりで言ったらあれですけど、なんかその絶対誰もが聞いたことあるような感じのそのテーマソングみたいなのを探してて、スパイダーマンとか世界でめっちゃ流行ってるやんってなってから、もこれどう味付けしようかっていうのをやったんですけど、めちゃめちゃカルメラらしいロックなテイストになったなと思ってて、1曲も誰やと思うかな。それぴったり思ってるから、まあ1曲目してるねんけど、1曲目やな、1曲目にしよう。してるしてるしてるっていう会話があって、1曲目にそう思ったんですね。あえてね、あえてこのカバー曲を1曲目にする、そう、いやないじゃないですか、なかなか。けどなんかもう1曲目だと思うわ。いやほんまやね、ちょっとこの1曲目にスパイダーマンを持ってきてるというこの意気込みをちょっとね、何度かこの感じてほしいな、世界にカルメラ、はいはい、カルメラいますよっていう感じのね、はい、はい、じゃあ2曲目のイドラという曲、はい、こちら。なんかもうその
初めのリアクションがちょっと微妙だったお前やこれね、あの僕が作った曲なんですけども、これもね、なんかあのなんか僕らエンタメジャズって言ってるんですけども、まあ、ロックっぽい曲もいっぱいやってるんですけど、なんか改めてあのめっちゃかっこいい、シンプルにかっこいいロックの曲を作りたいなっていう思いで作ったわけなんですけども、これね、MV にもなってますけども、 MV もまた素敵なやつができましたわ。いやー、できました。はいはいはい。なんか、ないんすか、その MV についての思い出みたいな。そうそう、みんなに振ってくれ、俺は。MV でも横しく言ったみたいに、はいはい、やっぱあの、僕カルメラ入ったの多分もう7年くらいなんですけど、どんどんやっぱなんかこの良い意味でこうエンタメジャズとか出してからこう、そのエンター的なところを追求していた結果、なんか焼き鳥とかみたいな。俺は焼き鳥が悪いみたいな。やっぱ、ゴーシク言うように、やっぱ純粋にかっこええやろっていうやつ、なんか久々で、しかもそれがこうかっこええやろっていう MV になって、これはこの2曲目に置いといて、カルメラちゃんとかっこいいんですよっていうのを提示できる1曲になったなと思って、おすごく気に入ってます。ありがとう。なんか自分の曲のことで自分でちょっと喋りにくいから。わかるわかるわかる。この曲めっちゃええやろってなんかちょっと恥ずかしい、恥ずかしいから。確かに言ってくれて嬉しいな。なんか曲だけじゃなくてやっぱそのミュージックビデオになってることによって、やっぱビジュアルでもその曲の世界観をそのなんか分かるようになるじゃないですか。多分この曲はその皆さん絶対見てもらってると思うんで、このビジュアルのイメージを想像しながらまた CD になって、その例えば日常で聴くことによって見え方とか変わってくるんちゃうかなって、はい、と思ってるんですよ ね、 そんな、MV の時にドローン飛ばしましたよね。なんかすごい俺撮影でドローン飛んでるのすごいな、単純に興奮したなと思って、あのドローンの音がブーンっていう音がうるさすぎて、あの曲があんま聞こえへん聞こえへん聞こえへん、なんか風めっちゃ来るってすごいなんか撮影もすごい面白かった。面白かったよ ね、 すごい壮大なあのセットでなんか撮らせてもらって、ほんまにね、なんか楽しかった、楽しかったね。弁当うまかったしな。弁当次行くでじゃあ3曲目、ノバエストラーダ、こちら、はい。というわけですけども、はい、これはパクちゃん作曲やけど。そうなんですよね、やっぱりカルメラって僕が入ってきた時、さっきね、あの板の時通じて話してましたけど、僕が入ってきた時はその、なんやろ、ほんまにクラブジャズバンドを目指してるバンド、やったんすよ。まだ目指してるけどな。諦めてないで。モテたいモテたいわ。でそっからけど、だんだんクラブジャズバンドっていうかクラブジャズの方に傾倒していって、けどいろんなことがあって今の形になってるじゃないですか。けどその俺の中ではそのカルメラの音楽性って、初めはやっぱそのクラブジャズっていうものにその影響すごい受けてたし、そういう曲も多かったと思うんですよ、俺もすごい好きやって、でそういう意味での原点回帰というか、原点回帰と新しさっていう意味では、そのめっちゃその細かい話するとカルメラってそのサンバキックと言われるドーストドーっていうリズムの曲がいっぱいあったけど、この四つ打ちの曲っていうのがあの結構少なくて、そういうのをなんかそういうクラブチックなジャジーな曲に表したかったなと思って作りました。アルバムの中ではあの正統派って言ったらちょっとあれやけど、一番あのクールにあの正統派にジャズ、クラブジャズの曲でやってますよね。そのだからそのカルメラがちゃんとクラブジャズにも片端ちゃんとまだいますよっていうそんなノバエストラーダでした、はい、じゃあ続きましてチャンス、こちら。これはどんな曲かっていう、まあ、俺が作ったんですけどこれね、もともとは5月にあの沖縄に行った時に木山商店と待って、バンド名出すだけで終わった木山商店と一緒にあのツーマンライブをして、で、まあ、打ち上げで、まあまあ、すごい盛り上がってまだおもろいもんな思い出すだけでもいいけど、そこでなんか生まれたもう楽屋乗りみたいな、なんか喋ったら全員でチャンスチャンスチャンスっていう乗りみたいなのが出来上がったんですけど、あれね、その
その何がチャンスかっていうのを引き出すっていうのもめっちゃ面白いあのそのね打ち上げ参加してっていうワードをそうスタッフの人がいてて、はい、そこになんかそのインタビューしてて、はい、そのインタビューしてそ帰ってきた答えに対してチャンスかノーチャンスかっていうそれがみんなチャンスやったらみんなで目見てチャンスチャンスチャンスですまだおもろいもんな。けど多分こんなに俺らおもろいより多分キーヤマの人は忘れてるで。だって日あのノリ生み出してあるから。ベロンだってたもん。俺らだってその団体芸で例えば俺が切り込んでみんながカバーしてとかであるけど、あの3人が3人ともバラッバラやから。それも面白い。最初もう。あのマストさんとリョーサニーニーがちょっと違うノリをプッシュしてたけど、チースし合ってたチャンスの方よ、プレッシャー早め始まってちょっと悔しそうだもんな、どっちがチャンス、あのまあリョーサニーニーの方が 後出ししたあの落ちた方が審査とか別にないから俺だってその日次起きて次の日起きても前の日の夜からめっちゃ飲んでるし、めっちゃ声出してるし笑ってるから絶対喉潰れるなと思って案の定朝起きたら喉潰れてたんですよ、やっぱ喉潰れたわって言ったらそのマストさんがSNS でカラメラとこの打ち上げ楽しすぎて喉潰れたもうねそんなあの楽しい思い出をなんか曲にしたいなと思ってあの作ったハッピーな曲チャンスです。じゃあ続きましてパクちゃん作曲のシャイン。これはいやなんか、はい、輝いてる感じの曲作りたかったなそうやね、輝いてる、いやなんかパクシャイン、パクシャインってことか、そうパクシャイン、僕ねそのパクシャインに改名してもいいかなって思ってるぐらい、そうパクシャインの後にいいつけてそうなんですよ、輝きたいなと思って輝きたいなと思ってるいやけどそのなんかあれですか、人生の中でその思い出に残る瞬間みたいな、サムタイムね、楽しい時とかね、そうエキサイティングシーン、そう忘れたくない時とかあるやつそういう時になんかそのなんか思い出すようなその BGM 的な曲、そのハッピーな感じがあればいいかなと思ってそうですね、あとねカリプソ調のリズムがカルメラには実はあんまりなかったんで、うん、そういうのちょっと注意しちゃう、ね、最近もねライブもちょいちょいやらせてもらってますけども、うん、っていう感じで社員こんな感じでした。はい、続きまして6曲目ザ・ダウンタウンストーリー。こちらあっちゃん作曲ですけども、はい、どんなイメージで作った曲ですか？これは、僕前回のアルバムとかで結構明るい曲ばっかりをもうずっと書き続けたので、うん、ちょっとこうクールな曲を書こうと思って書いてあるんですけど、うん、なんかカルメラって意外とこうストリートっぽいサウンド感とかってあんまりないな、うんうん、なんかヒップホップの人が使ったりとかしたいなみたいな、ループで使いたいなみたいな、あんまりないなって、うん、そういうのに当てはまるような曲を書きました。けど俺的にはもう結果的にこれが一番大阪っぽいなっていう気がしてるんだけど、わかる、ちょっとなんか歌謡曲っぽさのあるし、南の帝王みたいな感じ、うん、エンディングで流れそうですよね。でなんか最初はそのクールなイメージで作ったんやけど、こうだんだんなんか仕上がっていくにあたりこう泥臭くなってきたなって、すぐそ俺もゆかりさんが歌ってほしいぐらいもんな、うん、このメロディーにして、いやいつかお願いしましょうよね、ほんまや、歌うとこどこあるか分からないメロディーを全部歌に変えて、これはまたカルメラの中でも新しいそのテイストの曲が生まれたなっていう、うん、はいはいはい、まあ、ここまで、前編、うん、序盤のね盤6曲を振り返ったわけですけども、はい、まあ、レコーディングになんかこの思い出とかなんか印象深いことってあったかな。これ特にあれやな、ドラマーもね、うん、このアルバム3人いてるんで、うん、あの辞めたイガッチョさんと、うん、最近ずっとサポートしてくれる拓郎と、うん、あとまた今回、ね、今日紹介した分には入ってないけどブラックオートムのせいやくんが叩いてくれたりっていう感じで、うん、なんかその人によってドラムの雰囲気とかも違うから、なんかそれもそれでアルバムとしてはすごい楽しい、うんうん、楽しめる要素にもなってると思うんですけども、うん、なんかあります？いやけどこれなんか語っていったらめっちゃ長くなりそうやな、長なりそうやな、うん、いやその
なんか、でも今その前半のこの言ってた6曲のうち5曲の拓郎がやってくれてるじゃないですか、で、だから拓郎と一緒にレコーディングできたんで良かったなっていう、あの、なんていうんですかね、まあ、これはまあその、なんですかね、伊賀地さんがまあいなくなって、まあこれを聞いてくれてる皆さんもご存知だと思うし、いなくなっちゃって、どうなろうかってなったけど、まあ僕たちは歩みを止めずにこう進めて、でも歩みを止めないレコーディングをするのに当たってサポートしてくれた拓郎が、その僕たちの止めない歩みをさらに押してくれるようなプレーをやってくれたから、今回このレコーディングもうまくいったと思うし、それの、今紹介した5曲スパイダーマン以外の5曲は拓郎くんのプレイが僕たちのプレイをさらに、なんかだ、曲も一緒に作って、ね、ね、スタジオ で、そんなね、拓郎のプレイも聴きどころの一つではございます。後半もまだあるよね、拓郎、そうですね、まだまだ出てきますけども、まあ、その、そういうレコーディング日はまたちょっとね、そうそうそう、時間をとって、そうですね、もう言うてる間に時間が流れてきたんで、じゃあ、カルメラジャジーゴールドチェア発売記念ウェブラジオ第1回ここまでになります。はい、ありがとうございました。また明日。